訓練兵とはいえど思春期の少年少女たち。規律の厳しい訓練兵団内においてヘアスタイルは限りある許された自己表現の手段と言えなくもない。ガラッ、ワイワイガヤガヤ、ワイワイガヤガヤ。よう、どうかしたのか。ああ、エレン、おはよう。おい、エレン、あれ見ろよ。あ、クリスタがどうかしたのか。おいおい、エレン、正気か。よく見てみろよ。はあ、ジロジロ。だからクリスタがどうかしたのかって。マジかよ、エレン。それはあまりにも鈍いんじゃない。なんだよ、教えろよ。ほら、クリスタの髪型、今日三つ編みなんだよ。だからどうしたんだ。はあ、エレンに振ったのが間違いだったぜ。エレンってそういうとこあるよね。それにしてもいいよな、いつもと違って新鮮っていうか、厳しい訓練生活に潤いっていうか。まあエレンは髪型なんて興味ねえよな。なんだよ、そんなこと言うならお前だっていつも同じじゃねえか。お前、俺のこの髪型をバカにするのか。いいか、この髪型はな、髪型っていうか坊主じゃないか。坊主で何が悪い。いいか、坊主頭っていうのは実に合理的なんだ。まず身だしなみに気を使うなどの雑念が入らない。はあ、それに非常に衛生的だ。キュッキュッキカーン。まあな、戦闘時だって視界が遮られないし、巨人に掴まれることもない。風の抵抗がないので立体軌道で素早い動きができる。なんだって。まあ兵士としての意気込みっつーの。なんてこった。俺は今まで巨人を駆逐したい思いだけは一番だと思って浮かれていた。兵士になる覚悟についてはここにいいかな。じわアルミ、人思いにやってくれ。本当にいいの。アルミ、何を。俺が頼んだんだ。ミクザ、俺は覚悟が足りなかった。頭を剃って兵士としての心構えを入れ替える。ブンブン。エレンはそのままでいい。けどよ。ミカサ、これはエレンの巨人を駆逐するという決意なんだよ。わかった。エレンが坊主になるなら私も坊主になろう。はあ、確かに前は長い髪が邪魔になるとは言ったけど、坊主なんてやりすぎだろ。それにお前は女だし。性別なんて関係ない。ちょっと待ちなよ、3人も坊主がいたら誰がコニーか見分けがつかないよ。うわ、出たくそ、こんな格好じゃなかったら駆逐できたのに。なんでエレンばっかり狙われるんだ。ねえエレン、やっぱり分かりにくいように坊主にしたらいいんじゃないのかな。止められてこんなことになったら遅えよ。